本日もよろしくお願いします。橘事務局の中川敦です。では、このチャンネルではあなたの復縁が最短最速でできる冷却期間一切不要の日本で唯一のね、復縁成功ノウハウテクニックについて、お話をしていきたいと思います。この橘式の復縁術をね、皆さんに提供しているのは唯一日本でここだけですからね、他のよそにあるようなチャンネルと一緒にしないでくださいというね、よく真似されますけど、大事なのは皆さんが復縁成功していただくことですので、成功のノウハウエッセンスをこの動画で今日もお伝えしていきたいと思います。ぜひ紙とペンを用意して気合い入れて本日をやっていきましょう。よろしくお願いします。じゃあ今日の本題ですね。復縁後のすれ違いを防ぐ絆を深めるための3ステップということで、この復縁問題でよく言われているのが、復縁成功後に別れるカップルの話をよく出されます。これは僕らも実際の数値ですからね、もう偽りなく皆さんにお伝えしますけど、復縁成功した後1ヶ月半以内に別れてしまうカップルって、一般の統計調査ですよ、一般の統計調査だと約6割の方がそうなってしまうというデータがあるんですよ。だからこういうデータがあります。1ヶ月半以内にまた別れてしまう、要は過半数の人が復縁したのに結局別れるってことになるんですよね。でなぜそうなるのか、3つのね対策をお伝えしますので、この対策を行っているカップルはむしろ復縁成功後に結婚に向かっていくカップルだと思っていただきたいです。結婚に向かう、ですから単なるね復縁をゴールにしていてはすぐ別れますよってよく僕らが注意勧告で言ってる話を、今日はお伝えしていこうと思うので、復縁ってあくまでゴールじゃないですから、僕らは復縁を皆さんの成功をこうやってアシストして、どうやったら復縁成功できるのか、その戦略とかテクニックとかね、心理学とか脳科学とか僕らのもう持つべき10年のね集大成をブワーッと引き出しから出して皆さんを成功に導いてってるんですよ、毎日。でも復縁はゴールじゃないですよと、いつもこれは生徒さんにも言いますし、うちの先生方ね、講師の皆さんにも同じように言ってます。あくまで復縁は家庭ですと。復縁をするために頑張るのではなく、2人が幸せに向かっていくためにこの復縁を乗り越えていただくっていうことが本当に大事な考え方なんです。ですから、今日のこの3つのステップを聞いてみると、なるほど、橘式の復縁術ってこういう部分の根幹ができてるから、10年で日本で一番復縁の相談者をいただいた、17万人というね、もうこれはもうギネス記録みたいなもんですよ。日本でここまで別れのね、お話に耳を傾け相談を乗ってきたね会社ってないと思いますから、それだけ日本で随一のね企業になれた秘密とか、なぜ復縁成功後に結婚に向かっていく方が非常に多いのかっていう、その理由が、今日解き明かされていくと思いますので、ぜひ楽しみにというかね、確かにこれ必要だなって気づきながら、今日の動画をね参考にして実践まで、やっていただきたいなと思います。では、1つ目の内容から入ります。1つ目は過去の振り返りと未来の設計ということですね。ステップ1、これは関係の棚卸しって皆さんやっていますかと。関係の棚卸しです。この関係の棚卸しって、時折恋人だけじゃなくてね、僕は人間関係をずっと円満にするならすごく大事なことだし、せっかくというかね、この別れた機会にお互いがこの関係について是非を問うべきいい部分と良くなかった点について向き合うということがないと、復縁成功後の未来が作れないですよねというのをすごく痛感してるし、とっても大事だなと思っています。じゃあ関係の棚卸しって何なのかっていうと、最初はまず自分一人からスタートしていいんですが、復縁していく過程の中でその元彼やね元カノとこういう話ができたら、本当に結婚に向かっていくとっても素敵な時間になれたよねと言えるので、ぜひやってほしいんです。その自分が悪いなって思っていたことだったり、反対にこの2人だからこそね楽しくて喜べたなって思えることを、2つの二軸、楽しかったこととこれはやめるべきことかなっていう、丸か×かみたいなもんですよをバーっていろんな時系列に合わせて書き出してみてください。書き出す。でよくね、良かったことまで改善しちゃうと2人の良さがなくなっちゃいますから。例えばそのカップルでよくあるあるじゃないですか。なんかふざける、恋人の前だけではねちょっとふざけられたりとか、そのチャチャ入れられたりとかするじゃないですか。あれって恋人同士だから、2人のなんていうのかな、朗らかなね関係だからできることですから、ああやって冗談ジョークを飛ばしてるのは、実は彼女にとってはすごく気のね許せる仲だからこそ嬉しかったこと。でもその気が許せる仲だからこそっていうのが度を超えてね、例えば一緒に同棲していた人だとね、洗濯物は洗濯かごに入れてくれないとか、料理はね、片付け物も何もしてくれないとか、掃除の仕方一つとってもなんかお互いの価値観が違うような部分があったりとか、そうやって思い通りにいかないこと、うまくいってなかったこと、直してほしいな、例えば遅刻癖が気を許した途端に遅刻ばかりするようになって、なんだかモヤモヤを抱えながら付き合い続けなきゃいけなかった彼女がいたりとか、そういうダメだったよなと思える点はちゃんと改善要素として書き出してね、その変わってるんだということ、そして今お互いに見える限りのね直すべき点っていうのが2人とも1つずつ解消に向かっていっているかどうかがとっても大事で、直さなくてもいいこともありますからね。別に時間はお互い厳しくなっちゃうとなんか仕事みたいになっちゃうから、時間はルーズに来いよって2人で合意してたらそれで OK なんですよ。2人のルールですからね。ここの大事なのは、別に悪いことはダメだとかいいことはいいとか、なんかその僕の基準でね何か物事を言ってるんではなくて、2人のルールを1個作ってあげるといいと思いますよということ。寂しい思いをさせないために月に1回ぐらいはどっか出かけましょうよと、ご飯でも食べに行こうよと、外食は月に1回はしようよとかね、そういうルールでいいんです。誰でも守れるっていうか、必ず2人の間でこの先には守れるなと思えることを作っていくのがいいなと思いますね。でこの未来の設計ってことなんですけど、もう一つは2人にとっての幸せの道は一緒になっていますかということ。ここは結構大事ですね。復縁成功した後に2人にとっての幸せって何だったのかな。その片方だけのね幸せではなく、あなただけの幸せではなく、2人にとっての幸せが何だったのかな、そんなことに向き合うきっかけを作ってあれば、お二人はここから先も10年経っても20年経っても円満な関係でいれるはずです。でもこれを一向にねお互いに 見合わない、向き合おうとしないっていうふうになると、またいずれどっかで亀裂が入った時に取り返しがつかなくなってしまうので、まずはこのねすれ違いを防ぐための絆を作る、3つのステップですから、是非参考にしてほしいなと思います。では続いて2つ目です。2つ目はね、効果的なコミュニケーションの確立ということですね。これ僕復縁の相談を通して17万人全員にお伝えしてきたことが、その恋人とのコミュニケーション改善なんです。コミュニケーション、この別れの根幹にねいつも立ってるのがすれ違いなんですよ。すれ違い、僕はこう思ってたのに、彼女はこう考えてたのに、この考えてたことがすれ違うことから別れの火種が生まれてくるんです。原因なんてどうでもいいんですよ、正直。だってきっかけに過ぎないんですから、そのありとあらゆる皆さんの別れの原因ですよ。でも実際はお互いが思ってたのと違った、もしくはそれが彼女側の方が、元彼の方がねより強くそれを実感して違ったと思って、それがバンと表に出てね別れざるを得ないという決断を取ったわけですけど、大体このコミュニケーション不足なんですよ。もっと早い段階に2ヶ月前に戻れるんだったらこれをしてるのになって感じることって皆さんの中でありません？3ヶ月前に戻れるんだったらね、半年前に戻れるんだったら今日の別れなんてなかったのにな、別れることなんてなかったのにな、絶対全員全カップル多分例外なくそういう部分があったはずなんですよ。でもそのコミュニケーションのすれ違いが別れを生み出したし、お互いが理解し合えなくなってしまった最初のきっかけ、動機にもつながってるはずなんです。ですから復縁後には、もしくはこの復縁という過程の中で2人の効果的なコミュニケーションの確立をぜひした上でね、最高の愛し合える関係がねずっと円満に続く、そういう秘訣を手に入れていただきたいと思うわけです。じゃあ効果的なコミュニケーションとは何ですかっていうと、皆さんが話し上手になるんではなく、聞き上手になってみるだけ、たったそれだけでコミュニケーションは 90% 改善されます。残り 10% おもろい話とかね、あなたがなんかお笑い芸人のような素晴らしいトーク力とか、それは残り 10% で埋め合わせたらいいわけで、あなたのそのままの素で十分面白いし、一緒にいて心地いいなって感じると思うんです。でも残りの 90% ね、ほとんどはコミュニケーション、聞くことが全てですから、どうやって普段の話を聞いてるか、例えばアクティブリスニングって皆さん使ってますか？アクティブリスニングっていうのは、積極的に相手の話を聞くっていう手法なんですけど、積極的に相手の話を聞く、これやってるようでやれてない人って結構多いんです。例えば話の途中を遮ってね、それ知ってるよって言って、こっちは合いの手のつもりで話をしてるんですが、徹底的に聞き側に回らずに途中で話を遮断してたりするシーンってありませんか？意外とコミュニケーションの中で無意識のうちに相手の話を遮断して、こっちの会話にね転換してる時に、相手の心では「あ、言いたかったのにな、伝えたかったのにな、どうせ聞いてくれないか」。ここがどうせ聞いてくれない、アクティブリスニングを活用してないカップルに起こるのは、どうせ言っても聞いてくれないよな、どうせ聞いてくれないよなって、こういう思考や考え感情を彼彼女が抱いてしまうことから、別れの亀裂って始まるわけです。この言葉なんか、どうせ言っても無駄だよなとか、どうせ言っても変わってくれないよなって、なんかすごく胸に響く言葉じゃないですか。僕も響きます。うわ、嫌だな、こんな言葉言われないようになって思ってますが、じゃあその言われないようにするためには、常にアクティブリスニングを徹底してみるとかですよ。他にもアイメッセージを活用するとかね、そういう話術とか、これもうコミュニケーション術で言ったら、もういろんなパターンがありますから、少しだけね紹介するようにしておきますけど、アイメッセージってあなたではなく、私という意見で言う。あなたはこうだよねっていう他人に向けるメッセージではなく、私はこういう意見があるんだよねっていう、あくまで自己だけの尊重で会話が成り立つようにしているかどうか。この二軸が違うだけでもいつも対立してしまう。あなたはさ、あなたってさ、ね、対立している人はこういうね、人に言うメッセージって言って、相手にメッセージを伝える、相手を主軸としてね話の。そうすると「あなたってさ」って入る時って、大体否定的な会話が入るわけですよ。否定的な言うメッセージっていうのはね。でも同じ否定的な意見があったとしても「私はこう思うけどな」って。あなたはどう思うっていう、こういうクエスチョンであれば、アイメッセージ側でスタートがするようであれば、円滑なコミュニケーション、自分のその恋人としての意見も伝えながら、その人の本心本音をちゃんと引き出せるような会話が成り立つようになるので、これも大事な要素になっていたりしますと。あともう一つね、これやった方がいいですよっていうのは、週に1回でもいいんで、週に1回15分間だけ2人の関係について話をする。15分だけ、たった15分でいいんです。そんな会社の会議で1時間とか2時間とかね、では、今週の月曜日はこういう LINE をしました、この LINE については、回答時間が1時間30分かかりましたみたいなね、そんな会議みたいなことしなくていいですからね。あくまで15分間私たちについて、今どんな感情があって、どんなわだかまりがあるのか、小さな火種な時に先に聞いておくってことがとっても大切です。小さな火種の時にですよ。よくね、大火事になってから山火事を一気に止めようって思ったら何もできないじゃないですか。その力が回らない、家がこうやってブワーって燃えてる時にバケツではもう水が消えなくなっちゃいますよね。大事なのは本当に火種となるようなちっちゃな火種が起きた時に早く気づいて、バケツ一杯の水でねビャンと消せるっていうことが、とってもコミュニケーションのすれ違いで別れを生み出さないために大事なね要素なので、15分のコミュニケーション、不満が出るんだったら、その15分で出てくる時の不満はちっちゃな火種ですから、そのちっちゃな火種はそうだったんだね、僕の例えば至らないことがあったならごめんねだし、何か気が利いてなかったことがあるんだったら先にフォローするねだしね、もっと楽しみたいなとか、どっか旅行行きたいなって、何かわがままというよりもね、前向きな2人がもっといい関係になるためにはこうしたいっていう考えを彼彼女側も必ず持ってますから、そういうところに目を向けて、進めていただくのがいいんではないでしょうか。そして最後3つ目です。3つ目は信頼性の再構築ですね。これ再構築ですよ。やっぱ大切なんですよね。人間関係における信頼って血液と僕同じだと、昔の動画でもお話ししたんですが、その血液なんです。人間にとって血液なくして人って動かないですよね。心臓が元気でも、体が元気でも、肌もピチピチで輝いてても、血がない限り体って循環しないですよね。体って生きていかないですよね。血が止まったらダメなわけですよ。これに匹敵するのが人間関係って信頼なんです。信頼、あなたのことちゃんと気が許せるわと、あなたのことを信じていいんだなっていう、その心理的安全性が恋人には求められる要素になるわけです。ですから信頼関係の再構築を図ることが必要です。じゃあ具体的に何をしたらいいですかっていうと、小さなね信頼バンクを作ってみてください。銀行ということですね。銀行、小さな約束をその彼女との間にあえて作るようにしてみてください。あえて、例えば「〇〇買ってくるね」とかでもいいんですよ。〇〇の日は予定空けておくねとかでもいいし、じゃあ例えばいつかねディズニーランド行きたいって言ってた、そういう言葉をちゃんと覚えておいて、じゃあ今度はサプライズでディズニーに連れてってあげようとかでもいいわけです。小さな約束っていうか、その会話の中に起きた覚えててくれたら嬉しいなみたいなことあったりするじゃないですか。もしくはね、あ、こういうこともちゃんと守ってくれたんだとかね、そういうことを守り続けていく。そういうことをまた繰り返し、その小さな約束事が増えて、それが実行されるっていうふうになると、信頼バンクが積み上がってきますから。信頼銀行ですよ、あなたのお近くの信頼銀行にみたいなね、信頼銀行がこうやってどんどんこうやって積み重なっていくと、勝手にねあなたのことをもう一度信頼に値するんだなと、信頼していいんだなって安心して好きになれるようになるし、こっから先にねどんななんかこう些細なことがあっても許せるようになっていきますから、とっても大事で、もう一つね大事なのが脆弱性の共有っていうやつですね。脆弱性の共有、じゃあよく僕らの動画を見てね、すごいモテる男性、すごいモテる女性にどんどんみんななっていって、完璧な100点満点のね女性男性を目指せってことなのかと感じている人も中にはいるかもしれないんですが、そういうわけじゃないんです。僕は人間本来弱い生き物だなと思いますし、人間が100点で完璧でその全てをね網羅しているから復縁ができるとか、そういうふうに考えたことは一度もありません。むしろ弱みがあって、苦手があって、できないことがあって、自分には情けなくて不安に感じちゃうことがたくさんあるんだと、弱い部分まで受け入れられるのが恋人なんですよ。でもその弱い部分を受け入れてもらう努力してますかっていうことなんです。自分ってちょっと不安になりやすいんだよなとか、仕事で落ち込みやすいんだよなとか、そういう弱音をちゃんと定期的に共有をしておくことが大事。やっぱりうち社員がいてね、何十人といるんですけど、中には体調がね、生まれながらこう持病を抱えてて良くないっていう人もいるわけです。じゃあその時に何のその脆弱な部分も理解しなかったら、なんだお前サボってんじゃねえかってね、そういう風な目で見ることもできるわけですよ。全員を同じフラットな状態、同じ全員元気な状態って見ればね。でも一方で、実は自分持病を抱えてて弱ってるんですっていうことをちゃんと事前に共有してくれていれば、あ、だから今はね休んでんだなと、休憩を取ってんだなと、大変なんだなっていうふうに、そういうことの状況に弱っている時の理解を指し示しやすくする努力をしているかどうかという話です。僕が言いたいのはね、そういう努力をせずして、その自分が弱った時にだけ、じゃあみんなに理解してもらえてないのはおかしいっていうふうにね振りまかれても、それって難しいわけですよ。だって他人だから、その今日の体力がどんな体力なのかね分かんない。そういう状況を全部100点で理解しようと思ったら分かんないですね。だから脆弱な部分、弱い部分って人間誰しもありますから、その弱い部分は弱い部分で定期的に共有しておくこと。実は私こんなことで悩んでんだよね、苦しんでるんだよね、でも私そこでも負けずに前に向こうと思うからって、ただその一点があれば彼女も支えようっていう気持ちになるでしょうし、その部分が相まってより強い信頼関係をね築くために大事な要素が見つかってくるようになると思います。いかがでしょうか。こういう形でその復縁後のすれ違い、復縁に至るというか別れる時って主にこういうすれ違いが原因で別れてるカップルが本当に多いんですよ。じゃあこれ復縁後にね、復縁の過程の中でこの今言ったこの3つの部分、信頼回復の再構築と効果的なコミュニケーションを身につけてからと、そして過去の振り返り、未来の設計図を2人にちゃんと持ち合わせた状態で復縁に臨むということが成功確率を圧倒的に引き上げますし、2人がね幸せな恋愛に向かっていくための大事な、教科書になるのかな。2人にとっての幸せな教科書が作れるようになると思いますから、是非今日言ったことを参考にしていただきまして、皆さんの復縁活動にお役立ていただければと思います。ではまた次回のね最新動画でお会いしましょう。橘事務局の中川敦でした。